夜になりました。てかあれだね、なんか土日、土曜日なんか寒かっただけで全然あったかいですね。うん、えね、あ、ありがとうございます。え、寒いですか？福岡がもうあったかいのかな。なんかなんだろう、全然なんかダウン、全然ダウンじゃなくていいような気がするんだけど、やっぱダウン必要ですか？昼も暑い、なんか私日差しをすごい感じるんですよね。日差し、あ、まあそっか、朝よりはいるんだ。そう、私福岡にダウン持ってきたんで、なんか帰るときいらんくないって思ってるんですけど。全然使ってなくて、福岡でどうしようって思った。どうしよう、帰る時着ていくにも暑いし、で荷物やし、でも必要なんだよね、帰る頃。難しいな。まあいっか、着ていくか、着て帰るか。ないより、そうやね、ないよりあった方がいいもんね。確かに確かに。ですよね。確かに確かに。でも私寒さを感じたくないんですよね。なんか寒さを感じたくないんだよ。だからまあ逆にいいかも。暑いのも嫌だけど。そう。感じたくないな。ね、今年の冬は暖かいんでしょ。でも土曜日寒かったけどね。広島と福岡は初雪って言って、初雪が降りましたって。
でもあったかいんでしょ今年のお湯。来週また寒いんですよね。あ、今週の今週末か。風邪ひいちゃう。風邪ひいちゃうか。みんな気をつけて。池袋なんか東京寒い。寒そう。東京って。でも東京から広島に帰ってきたら広島の方が寒いよね多分海よ。海のね、多分海風が吹いとるんかもしれん。意外と気温よりそっちの方が寒かったりするよね。そう、川が、川の寒さはやばい。あー、ビル風はさ、なんなんだろうね。ビル風ってなんであんなに寒いの。強いし強いし寒いし。ね。あとなんかすごい。で、前髪セットしても一瞬で飛ばされてボサボサになるもん。えって、まだ集合場所にも行ってないんですけど、まだ集合場所にも行ってないのに。私の前髪はめちゃくちゃ弱いですよ。すぐ飛んでくし、すぐどんなセッティングをしても意味ないです。そう、帽子かぶらんとね。猫っけなんですよ、猫っけ。まあやけん多分すぐ調整できると思うけど。そう、帽子かぶったらかぶったで帽子の形に変形するんよね。なんか変形してないみたいな。え、帽子かぶっとったみたいな。絶対帽子かぶっとったよねみたいな。猫っけ。なんか髪が細い。髪が細くて。なんだろう、うん、髪が細くてなんていうんだろう、水分
水分量がある。だからスプレー、ケープ、スプレーとかもあんまりしすぎたらベタベタになる。逆に触り心地はいいよ触り心地はいいですそうだね、そうだねいな。そう。メイクさん、メイクさんにはよく、そう、いいねって言われる。そうそうそう。でもね、あの巻きがねすぐ取れるんだよね。なんか最近取れないけど、やっぱすぐ取れますね。なんか最近取れないんだよね。なんだろうなんかずっとトリートメント受けてなくて、それが逆にそれがキープされてきたんかもしれん。でも最近行ったから多分また持った。取りやすくなったんじゃないかな。その説あり。そうそうそう、あんまりねまっすぐすぎたらね、すごい巻きに反抗してくるから。そうそうそう、本当私、本当ね、アイドルになる前までね、本当にね、美意識なかったから、本当に美意識なくて、全然ケアしてなかった。そうだ。なんか中学校とかそのぐらいの時は髪乾かすのが本当に嫌でめんどくさくて、なんか乾かしてなかったかもなんか半分乾かしてあとは自然乾燥みかんみたいな。
もういいやと。それがね結構ねなんかダメらしいよね。髪が濡れてる状態が一番髪にとってなんかダメージらしい。最近知ったんだけど、びっくりじゃない？そうなんだ。いや、髪のこと全然知らなかったからさ。最近知った。だけん乾かしてあげないか。そう、アイドルアイドルなってなんか目覚めたんよ。はっってはっって目覚めた。そう、髪が綺麗っていいな。目覚めて、そっからよ。そうだよ。そうそう、日焼け止めもちゃんと塗るし。いや、でもちゃんとは塗らないけどね。ちゃんとは塗らんけど、来年もうちょっとちゃんと塗ろうかなと思ってる。いや、毎回ねなんかね出かけた時にね忘れるんよね、日焼け止めのこと。あれって、あれ忘れたってなって、その度に買ってみたいな。なんかどんどん増えてないみたいな。日焼け止め。そう。だよ。司会ありがとうございます。今日ん今日終了だったかな、受付が。12月ラスト受付でした。ありがとうございます。もうやばくない？年内最後だよ。ついに来たか、年内、年内ラストという言葉がついに来たか。あ、パネルもありがとうございます。お、ありがとう。やばい、もうあと1ヶ月になるか。もうすぐだ。だって今日20日だ。今おもろい。あと20、今あと20日、あとん？なんて言った？今20日だよって言おうとして、今なんかもう20日だろって言った。だろ
誰今のもう20日だろバラかしてくる、バラかしてきた今すいません、自分で自分に受けちゃってすいません、面白くてちょっとスルーできなかったです。そうそうそう、急にどうしたみたいな。あ、全然面白くなかったですか私的にはめちゃくちゃ面白かったんですけど、面白かったですか？私は結構めちゃくちゃ面白かった。いや、めっちゃ調子良かったです今のは。面白かった。うん、結構大爆笑かも今の。急に。だって急に。だって急に。あと、もう20日だろ。いや、これは面白いよ。これは面白い、ほんと。いや、でもちょっとやめとくわ、そろ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 ちょっと内緒にしとくわ。すいません、面白かった。いや、いるかわかんない、そのなんとかだろうっていう人わかんない、いると思う。全然普通に。そう、結構地悪くない？だって今まで私私人生で言ったことなかったですもん。それを今この配信で急に言ったの。でもそういう説明があったらもっと面白かったかもね。説明が今なかったから説明が必要今のは。すいません、そう、説明そういう背景があってからじゃないとちょっとあれがね、ちょっと分かりにくかったかもしれません。でもそろそろやめときますああ。結構ね、過去の自分にね、笑う時が結構あるよ。メモとか残してるの見て、そんな自分にちょっと恥ずかしくなって普通に笑う時ある。そう。
去の自分にが書いたことに笑っちゃうときある。その時は真剣に書いてるんですけどね、今の自分が見たらんみたいな、んみたいな。メモ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 、なんかあるかな。あれ？地獄のメモ帳が出てきたよ。やばい。地獄？地獄のメモ帳出てきたよ。やばいよ。誕生日おめでとう。すごいね、本当にいつも見つけること。あ、サワヤン探偵、私本日誕生日です。高尾さやか34号さんありがとうございます。誕生日おめでとう。パチ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 。山氏の1年にしよう。すごい。めっちゃコメントめっちゃ見てるのか。からはずっとサーヤン推しでよろしくでんですよろしくですね、コメント みんなやっぱ見てるんだね。
これね、メールに書いたことあるかもしれないんですけど、昨日の公演で、あれよ、メールの、メールに書くつもりだった話ね。昨日の公演で煽りがあったのですけど、練習してたらバリカタのところをダンスの先生が粉落としにした方がいいと言ってて少し困ったやばい、懐かしい、懐かしい。これ私が煽りで、多分福岡で公演するときにバリカタでなんちゃらーんって言ったんですよ多分。でもそう、福岡といえばバリカタじゃないですか。福岡といえばね、麺の硬さで、いや肩とかバリカタって言うんですけど、それが一番多いんですよ。ほんと9割くらいは肩とかバリカタなんですけど、なぜかそのダンスの先生がそこは粉落としの方がいいよみたいな落としかーみたいな。いやそう、肩バリ方はもう分かりやすいし、でも言いやすいしみたいな、こんな落としかーみたいな。ええよね。なるほどねーなんて、あーって言って。そう、でもダンスの先生はその後、そう、自分が粉落としが好きだからみたいなえみたいな、あ、そうだ、そうなんだみたいな、そうだったんだ、そりゃそう、好きだったらまあそういうおすすめするかみたいな。え、でも私はバレ方にしました、さすがに。こんな落としだなーって、まあ福岡、知っとる人は知っとるけど、面白い。そうよ、みんな肩って言うんだよね、ラーメン飲むとき。私は普通なんだけど、うん、私はいつも普通って。そっか、福岡でしか言わんか。麺の硬さはとか。そういえば、あ、家系ラーメン確かに言うね。あ、都会、都会でも都会あ、言う、あ、いますか？あ、そっかそっかそっか、言うか。まあ、一瞬、あれ？って思った。そうだよ。一瞬、そういえば言ったっけ？あ、なるほどね。豚骨ラーメンは、言うか。ふむふむ。これもあるよ、2022年4月横にリッセンももちゃんがいて、多
分メイク中にね、メイク中に一線ももちゃん書いて、苗字がラーメン屋さんみたいだねって言われてた。てんてんてん。私はもう慣れてたけど、そんなイメージなのか。てんてんてん。メモ帳に残されたやば面白すぎる。なんか面白い面白いんだけど、ミュージーがラーメン屋さんの名前みたいだね。だから、え、そんなイメージなの？私最初そんなに思わんかったけども、そんなイメージなんだって思った。そうなんだ。闇系もありますね。でもこれ多分メールに送ったんだよな、この時。すごいよ。私の夢は写真集を出すことです。去年の夏くらいからずっと思ってて、絶対叶えたいなって思ってます。これは2022年3月。すごいね。それにつながってソログラビアとかもできたらいいな。そしてその頃には日常が戻ってて、サインお渡し会とかもしたい、いろんなイベントしたいって言ってる。叶ってるよ。すごいすごい。ね、すごいね。3月31日のメールかな、これは。多分これもう送ったのかな、ちょっと変えたかもしれない。そうそう、面白いな。
最近メール取り始めました。ありがとう。イエーイ。イエーイ。いや、時々本当にやばいなりますね。病んでる。あまり知らない方には私って悩みもなくいつも楽しそうな人って思われてるかもしれないですね。やばいやばい。難しい。その頃はそう思ってたんだろうね。こうさ、なんだろう、殻にこもってしまう時もあるんだよね。なんか目もね、消してないね。そのままにしてそう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 、そうよ。殻に閉じこもってしまった気がある。そういう人間なんですよね。実際にはアイドルだけど、そういう人間が出てきてしまうというね。もう最近出てきてないですよね。自分が落ち込んでしまったら、それを見た人もなんか落ち込んでしまうっていうか、なんか
見たくないって人もいるから、そういう人もいるんだなと思ったら隠してしまうんだよ。実際にいるからさ。なんか隠してしまうようになったな最近。ほんとそういうなんか弱いところもね、メールとかには、メールプライベートメールとかにはね、見せてくれてもいいよって言ってくれる方もいらっしゃるけど、そこのバランスは難しい。前はそう、結構思った時は思ったように送ってたけどね。難しい。そういう時こそのメールよね。そうね。そうね。バランスやね、バランス。あんまり本音で言いすぎるとあれだし、かといって言わんすぎるのも何考えてるか分かんないしね。今何を考えてるんだろうみたいななっちゃうからね。でも本当、うん、言えるときは言えるようにしたいですけど、そうね。だけもっとなんだろうね、そういう、うん、メール難しいね。特別だね、メールは。だってメール、プライベートメールよりさらに深い場所ってないからさ。メールの返信が、いや、なんか今は本当になんかタグでしか見れないですね。タグ、ハッシュタグで。
かメールに返信したらなんか届くみたいなあったんですけど、それはもう見れんくなった。そうなんや。うんうん。そう。よいしょ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 。そうですね。あれよ、なんだっけ、ハッシュタグサイヤン A にしてますよ。そうだね、確かに確かに。あれもなくなったしね、なんだっけ、サークルみたいな。サークル機能みたいな、なくなったしね。ね、なくなった。あら、びっくりした。どうなんだろうね、どんどん買っていくわ。うん、失礼しました。あ、感想いつでもお待ちしてます。感想無限回収中。そうなの、無限回収中。直接でも回収中です。やっぱ、ね、いいね、感想って何回も見ちゃう。あ、そんな風に思ってたんだとか、すごい発見になるからさ、繰り返し見てますよ。何回も読んでる、寝る前とかに。ってこれがこのページが好きなんだねとか。なんか意外と、あ、これなんだって、このページなんだみたいな。やっぱ自分と全然違ったりする。うん。
自然体な方がやっぱ好きだ、好きっていうかやっぱ心に残るページなんやねみたいな。そうそう、今度お渡し会終わってからなんかこう一緒に見ていこうかなと思っとるけど、違い、あー、ファンの方、いや結構そうね、でもこれいいねって言われるやつは結構あるかもね、偏りっていうか、やっぱこれなんだってなりますね。うん、久しぶりに写真集買ったって方結構いらっしゃる、何年ぶりだみたいな初めて買いましたとか、表紙だけ見て満足してる多分ね、お話し会ももうすぐあるし、お渡し会もあるし、ね、そうなんよ。だからなんかこう自分がこのカットなんだって思ったのが意外とファンの方がこのページいいねって言ってくれたりとか、なんか分からんね、やっぱなんだろう、自分だからかな。でも結構そうね、信州そうなんよ、結構なんだろう、見た方は分かると思うけど結構そうね、まあ、衣装も多くて、多分思ってたよりね、なんかなんて言えばいいんだろうなそう、なんて言えばいいんだろうなそう、思ってたより多いなみたいなのはもしかしたら思ったかな。思ったより、うん、なんて言うんだろう、そう、うん、まあ全部可愛いんですけど、衣装全部全てのどんなものもいの、衣装っていうどんなものも衣装って言うけど多かったんですよ。でも本当はもっと多かったんや、なんかほぼで、だからあれって思って思ったから、本当にちょっとそう構成を見た時に、でもここのカットのこの洋服好きだったからなと思って、でもこの洋服の部分が本当はこう見開きの分しかなくてみたいな、だからここのシーン好きなのでもうちょっと増やしたいですとか言いました。そう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 、うん。
さけん結構そう意見を取り入れてもらいましたよ。ストーリーを感じてくれたら嬉しいけど、もう一冊ね、もう一冊作れそう本当に。そうなんよね、本当いっぱいあった。そんな、そんな作ってくださいと言ってくれてありがとうございます。嬉しいな嬉しいな。でもそうなんよね、その撮影した撮影が終わった後にね、ほんと厳選して世に出ない分っていうか、まあなんかほんとに厳選してもらって100枚ぐらい送ってもらったんですよね。そのまま現像っていうか多分取り入れた分、そうデータでもらったんですけど、それは多分世に出せるものか分かんないんですけどそれを見てなんかもう、そうね、その時はなんかもうすごい、なんだろう、なんかもう全うしたなって気持ちになったんですよね。そうそう。すごいなって思った。感動した、感動した。初見でそう思ったから、写真集初見で見てくれた方、うん、そう、満足感のある一冊になったらいいね。いいね。そう、どこにも秘蔵カット先行カットいろいろほんと載せてもらったけど、ま、どこにも載ってないのも写真集だけのもあるんですよ。見てみた、わかるよ。確かにどうなんだ、聞いてみます。世に出てない衣装、いや衣装はね全部出た、多分写真集にもそう全部載ってる。うんうん、そうですね。内緒ではないね。そうだね、フォトやん他に半年後ぐらいに出すかもしれない。半年
半年って結構長いな。なんだろう、なんだろうね。でも忘れた頃が良くない？忘れた頃がいいよ。私の好きな作戦。もうみんながもう言わなくなった頃に。そう、何事もなかったかのように「何これ？」って芸術品。そうそうそう、確かに。写真集か、セカンド写真集どうだろうね。私フォトブックとかもね、すごくフォトブックとかはすごいいいなと思ってるんですよ。写真集はなんかこうね、 A4 サイズぐらいじゃないですか。フォトブックはもうちょっと小さめで、なんだろう、多分ファッション重視なのかなと思うんですよね。ファッション重視で、最後らへんはこうなんかサーヤについてみたいな、なんか明るい感じ、ポップな感じかなって。そうそう、私のイメージ、そうそうそう、もういいなーと思ったんですね。ね。そういう形なの。で、そうね。冬がいいなーと思ってんですよね。冬服がいいなーって。か春とか冬春ファーズと写真集は夏、梅雨夏だったんで。そうそう、って思っとる。そう、梅雨夏めっちゃいい時期だったなと思った。なんか写真集ありがとうございます。そうそうそう、梅雨だったけど大雨、ちょっとポツポツ雨は降ったけど、でもほんといい気候だったかな。別にそんな暑くもなく、まあ暑い方だったかな。だっけ、冬に撮影の写真集ってほんとすごいなって
思っとる。冬の海って絶対寒いよね。そう、沖さん大丈夫やったか。海、私海入ったんですけど、そう、冷たかったけど、でも全然慣れた。ちょうどよかったかも。そうそうそう、確かにいいね、いいね、いいね。そうよ。でも雪山での撮影すごいいいなと思ったけどね。雪山っていいよね。雪山の撮影めっちゃ好き。かわいい。サヤンスキーできないです。したことないけど。したことないけど絶対できないと思ってる。イメージはできないんだよね。いや絶対もうこけて、自分が雪だるまになりそうなんで。いや漫画の本当にイメージでしかない。雪だるま、あ、それはないですか。それはないですか。そう、雪の塊から手と足だけこう出とる。あ、それはならない。完全に曲がす。そうそうそう。漫画のイメージでしかないんだけど。大丈夫かな。こけそうだね。でもでも楽しそう。ソリがいいな。じゃあ私ソリの乗るやつ。そう、全然したことないね、スキーは。ほんと別にね、避けてきてもないんですよね。ただ本当に機会がなかった。雪山も全然行ったことないと思うけど。ほんとソログラビアで高尾山行って、高尾山滝が凍ってたぐらい。凍ってるなぁ。ああそうなんだね。大寒波の日だよ。やばいね。逆にね、だから観光客の皆さんがいなかったんですよ。
手の感覚がなかった。だけど本当ね、ラーメンがすごい美味しかった。八王子ラーメンだっけ、めっちゃ美味しかったな。そう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 。でも本当ソログラビアずっとしたかったから、もうよかったけどね、なんでも本当。まあ寒かったけども、その気持ちに比べたらもういいかって。しかもあの、そうあの結構薄い、あの薄い衣装で屋上で撮影したけど、その時のそうあのカットが結構ね、あのなんか反響があったというか。反響があったんでよかったです。そんどファンの方からも、自分推しじゃない人からも、メンバーからもなんかよかったってやれたって。あれ今年の1月だったんだね、びっくりなんだけど。今年はほんといろんなことがあったね。今年っていうか年末の分からもう今年って感じがするけどね。そのあの年末からもうすぐ1年が経つ。早い早いです。2024年になる。そうね、生誕祭、今年の生誕祭は高尾さやか生誕祭2023ですか。いやそうよね、今年2回あったよね、2022はあったのか。まあいいか。まあいいか。ね、そう厳密に言っちゃうとみたいな。まあいいか。12月は難しいね、やっぱ土日イベントもやし、今年10枚目シングルのイベントも重なっとるし、まあそうなるよねみたいな。やっぱ難しいよね。そう誕生日メンバーも多いし、そうよ。確かにずれ込むなら結構ずれ込むよね。ずれ込んでいいなら全然ずれ込めるけどみたいな感じか。生誕、なんだっけ、
あ、壇上ぼちぼち読みます。今日僕の誕生日です、おめでとう。台湾のコウさん、ハッピーバースデー。最推しの1年にしよう。でもそれもこれも全部私が12月4日に生まれたけんよ。だけんそれはね、抗えんのよ。私が12月4日に生まれたことについて、そこはもうね、抗えんけ。あれ、もうすぐじゃない？やばい、本当に私忘れとるかも。本当にね、忘れちゃうんだよね、自分の誕生日。ちゃんと、もうすぐよって思ったかな。教えてください、本当事前に。本当に忘れそう。私は何をしてるかな。大丈夫かった。でも、そう、なんだっけ、3日後のお話し会は誕生日お祝いのっていうテーマだからね。一番直近12月10日もまあ近いけど、そういう感じだった。でも多分全然誕生日感はないと思う。あ、買った買った、ボピーさん、台湾のコウさん、高蔵さん、D さん、ミツルンさん、マイセンさん、コッピさん、サトルンさん、イヌちゃん、ツリケンさん、セイヤンさん、オーサムさん、タンタンさん、キチネさん、ロックオンさん、ナピちゃん、フジポンさん、みかん屋さん、ミッドナイトシュガーさん、カタムツリさん、ブーちゃん、ホタテ様、鳥取太郎さん、マゲチクマオさん、 KKK16 さん、渡辺さん、ラクラクさん、トキワさん、金太郎ちゃん、メガバイトちゃん、サトケンさん、イナッチさん、キムコさん、ミミフィーさん、ありがとう。眠いかも。いやほんといいね、やっぱ実家はなんか無駄になんか考えることもないし、なんか眠いし、いいですね。なんか眠いし。いいですな。いいですな。いいことですな。寝ましょうか。おや
やすみです。あと2分、おやすみです。今日さ、私がさ、家の中でドゥルスツストゥルルって言ったんやん。なんとなく。そしたらお母やんが、聞いたことある、聞いたことあるって。えって分かったって。おもろい。そう、あれもうすぐだ。バイバイ。寝よう。マックさん、そう。